思議なもんだな。悩みがあるとどうしてここに来ちまうんだか。刹那お兄様。玉木か。何かあったのですか。悲しい顔をしています。大したことじゃない。玉木ではお役に立てませんか。まだ子供だから。いや、俺はいつも玉木に救われてる。お前の笑顔にどれだけ励まされてきたか。だから今度は俺がお前を助ける。また何か考え込んでいるようだな。お前は人を頼るのが下手すぎる。自分一人で何とかしたいんだ。弱音を吐いて幻滅されるのが怖いよ。それもある。あとは誰かを頼って、そいつがいなくなったら俺はもう叔父上が亡くなってお前が苦労してきたのは知っている。だが信頼してもらえないのも悲しいものだな。私たちを仲間だと思ってないのはあなたの方じゃないか。大変です。どうした。アーナス様たちが敵に囲まれ大怪我をされたと。このままでは。なんだと。今はあなたと一緒には戦えない。すぐに行く。